吉尾さん、この真正面なんですかこれ、はい、かの有名なキハ82あれですね、はいはい、はい、これ、まだ桜残ってるんですね。そうです ね、だいぶ本来はもうちょっと遅いはずなんですけど、今年はちょっと早かったですけど、早いってね、言ってらっしゃいましたね、うん、ここはごめんなさい、クロスフォード公園クロスフォード公園ですね。で、このキハ82っていうのは、はい、まあ、割と最近に展示移転、結構前にもう行っては来てるんですけど、はいはい、これは北海道初の機動車特急大空っていう特急の真正面から見ましょうか、今もう幕とかも全部見えないんですけど、なんか味があっていいですよね、この。いやね、またいいんですよ。で、これと同じ形では昔、はい、関西でも走ってました。キハ82系列が関西でこのキハ82で走ってたんですか。走ってましたね。なんかあの目が上がいいですね、なんか出てる感じがね。なんかちょっと、うん、なんかちょっといかつい感じがして、いい感じです。昔これは寒冷地仕様なんであれなんですけど、うん、これと同じ形をしたのが山陰本線で、浜風だったりとか、なるほど、あっちの方で走ってました。ありがとうございます。ゆうとくん置いていかないで、はあ、その真正面から見るのがいいんですか。見てここから。この同じ。皆さんこれ見てください。ほんまに綺麗。あ、いいですね。味があってやっぱいいですよね。命がなくなった電車と春。なるほど。うん、今命をなくして休んでる電車と息づいてる桜。うん、これも詩人ですね。ここが墓場みたいなもんや、ね、楽園って言ってくれる？墓場ってなんかあんまりよろしくないや、うん、まあお墓だね。クロスフォード公園、ほんま、クロスフォード公園ってどこかに書いてんのかな、あんまりそれ分かんなくて。あ、木に書いてある、ね、書いてあった この建物なんですか、このレンガのは。これおトイレですか。あ、なんかでも書いてる。あ、これはトイレですね、うん、トイレにこんなレンガ造りのトイレなんかなかなかないよ。あ、ここにちゃんとほらクロスフォード、あ、クロフォード公園、クロスフォードちゃうで、クロフォード公園でしたわ、うん、旧三笠駅、へえ、クロフォード公園。せっかくなんで、あれ本当駅舎みたいですよね。あのフォロナイって書いて、あの太いって書いて、あれフォロナイ太駅って読むってお聞きしました。クロフォード公園ですね。ジョセフ・ユー・クロフォードさんっていう方が鉄道建築兼土木顧問として着任されたんですって。アメリカ型の鉄道技術を伝えた方なんや。なるほど。ジェネブさん来てください。これ登れちゃうんで。あ、登れんの？これ入ってええの？大丈夫ですよ。ゆうとくんの案内で。え、これ上上がれんねや。ほら、スズメが飛んできますよ。ご注意。入ってはいいよね。うん。でもスズメが飛んでくるよ。ちょっと頑張っていきましょうか。いってらっしゃい。なんでゆうとくんに帰んのよ。そんな一緒に行こうよ。何の音やろ、コンコン言うてるんだよ。あ、最近じゃないですか。すいません。え、誰かが工事してんの。うん、そうだけど。ほんまに、うん、あ、掃除してらっしゃるんや。こんにちは。お疲れ様です。なるほどね。あ、ガラス割られてるし、こういうのはダメですよね。DD51-548号機ですよ。それはどっかに説明があるの。これはあの、あ、貨物、ここに書いてるね、貨物機動車。はあ、はあ、でもう引退した熱らしいあの車両なんで、あのこれももう使ってない。ちなみにこれはフォーレっていうもの。レイ、いや、カタカナの方にカタカナのレイに見えんねんけど、違うんかな。後でアイスに聞いてみましょう。そうしましょう。先ほどね、あの階段からこう降りました。はい。この後ろを行きますと、
お店があるのでちょっと入らせていただきましょう。大人気運転体験トロッコ営業中やって。おお、トロッコ、おお、邪魔します。こんにちは。中って動画撮ってもいいですか？YouTube アップしても大丈夫ですかね？はい、ありがとうございます。広いし綺麗なお店やね。はい、そうですね。ねえ、ちょっと来てください。なんか興味あるもんある？いいですね。お、北斗市時代に走っていたツバメ号を知っていますか？いや、知らない。お、ナンバーブレードですよ。ナンバーブレード55,000。これそれぐらいの価値あるんやろうね。そうやで。あ、だってあの特急ツバメ号やもん。これでもいろんなあるね。ね、これ部品もあるやん、鉄道部品とか。あ、はあ、ね、はい、はい。あ、クマちゃんおるやん。かわいいね。かわいいね。うん、これ実際のこれ看板やで、本物のね。うん、ああ、こういうお店なんや。なるほど。三笠トロッコ鉄道へようこそって書いてらっしゃって、運転体験っていうのはどっからどこなんやろ。お、デボンキープラレールの、すいません、お伺いしたいんですけども、はい、この運転トロッコっていうのは今はもうやってらっしゃらないですか？トロッコですか？トロッコ、はい。運転体験トロッコやってます。あ、やってる。そのトロッコはどっからどこまで走るんですかね。ですね、はい、ここなんですけど、はい、今ここで、はい、乗り場からちょっと先で歩いて7分ぐらい、うんうんうん、歩くか一人には無事有料なんですけど。なるほど。トゥクトゥクで移動していただいて。あ、トゥクトゥクもあるんや。そうです。でここからこの転車台で戻ります。あ、なるほど。で、さっき私らあの三笠鉄道村行ったんですけど、あ、鉄道村からも展望トロッコっていうのが走ってて、それ乗りましたわ、さっき。あ、そうです。なるほど、反対側から乗れるということなんですね。そうですね、承知しました。勉強になりました、ありがとうございます。よかったらパンフレット、あ、頂戴します。はい、ということでお邪魔しました。頑張ってください。失礼します。うわ、これもすごいわ。これもすごいで、ほら、うん、ねえ、こっちもすごいで。え、まだなんかある？昔子供たちがよう子供たち、自分も子供や。あ、これね、はいはい、はい、めっちゃ古い。え、このお店の名前なんていうの？お店の名前どっか書いてあったかな。お、鉄道娘もありますよ。はい、ということでございます。ということで、あの三笠トロッコ鉄道っていうのかな、ここ、はい、こちらもぜひ皆さん、まあ、北海道なんでね、どうぞどうぞっていうわけにもいかないんでしょうけど、はい、いいとこでございました。